はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、恵方巻き店長させている2023、今日はコンビニ編に入って第3弾はローソンでやっていこうと思います。さあ、ローソンの恵方巻きはどんな感じなのかというのはね、さっきね、この2回、セブンイレブンさん、ファミリーマートさんとやってきてね、おや、パッとね、価格見ただけであったらね、うんっていうところですけどね、よくよくサイズのチェックとかをしてくると、あ、意外と細けいところステルスしてるなとかっていうのがね、見え隠れしとったっていう話とかも出てましたけど、果たしてそれを踏まえた上でね、ローソンさんどうなんだ、まあ、あのコンビニ弁当においてね、とにかくかさ上げね、えぐいなーって言うとね、まあセブンイレブンさんね、うんうんって言いたくない中で言うと、あのファミリーマートさんなんかね、結構そこにご飯もあるし、でローソンさんは一般で売ってるやるお弁当はちょっとかなりご飯の量、少なめにしてきてるかなーとか、全体的に少なめにしてきてるかなっていうのはありますけど、その代わりうちカフェのところでね、ガッちゃんとね、ガッツリ大盛りのね、お弁当とかも作ってくれるんで、あのお値段はあね、あのまああれちょっとパッと見たとき、おって500円とかするんで、そこら辺の他弁当あんま変わんねえじゃんって値段ですけど、ちゃんとね、店内で作ったやつで、ちゃんとご飯が、あ、入っとるよって。さすが、そうそうそう、このご飯の量ってね、いうところちゃんと、作ってくれる。お弁当屋さんもちゃんとお弁当作ってくれるっていうような、信頼感もある中で、さあ、この恵方巻きどうしてきてるのかっていうところでございます。っていうところで見てくると、これで、ね、意外と表紙、分かれましたね、今回。こんな感じでした、ローソンさんの表紙は。よいしょ。ドーンってことで、わかりやすく、もう、ザ・ストレートな恵方巻き売ります。うち、これがメインです。あんまりひねらなかった、ストレートで来ましたね。ってことで、ドドドーンと、3本ドドドーンと乗せた恵方巻きと、いうことで、あんま、で、あの、他のところだったら、この、ね、下に出てるね、なんか、カルビ焼肉とか、海鮮のキングサーモンとかね、贅沢サーモンとかっていうのをね、ドーンと上に持ってきそうなところを下に追いやって、もう、うちは、いや、恵方巻き、めいていきますと、これ、完全に今までの2社とは、違った真逆のやり方で来ましたね。というところは、面白いな、というところで、ここからもちょっと見ることができるかわかります。ちなみに、薬学会にやってます、ということでございます。清水寺ですね、京都、音羽さん。清水寺ってことでね、すごい全国の、これ、あれなのかな、西側だかな、清水なのか、全国だってやってらんでしょって思うんだけど、どうなんだろう。関東とかだと変わるのかな、関東とかだと特に変わるのか、実はね、このね、一番下、細かーく見たら、こういったところとかにね、販布エリアとか書いてあることがあるんですけど、PRH、これ、記号にしたな。どっちだ？全国統一かな？配布期間ここに書いてありますもんね。23日から、やってます、あれしてるってなってますけど、TP2、結構前からやってますよね。配布期間、ね、早かったんだな。PRHTP2。これがね、この辺りで、あの、エリア管理とかそういった、管理やってるはずなんですよね。ちょっと素人だと読めない。ただこれだけは、ね、教えてくださいねって言っても、機密情報の可能性があるんで、大丈夫ですか、コメントに、詳しく読んでくださいね、情報漏洩とかになっちゃうといけないんでね。風の噂とかならいいです。私、社員なんで知ってるんですけどっていうのは、やめといてください。後々、めちゃくちゃ怒られるすまない恐れがありますんで、意外とそういったところの情報とかは、とんでもない賠償金とかになる時ありますんでね、気をつけましょうという話は置いといて、やっていきましょう。エコー巻きを見ていきましょう。ということで、最初に来るのはもう、エコー巻き。いやー、なんかね、なんか、スカスカしいっすね。こういう感じ、スカスカしくて好きです。価格は484円。3本セットだと1382円ということなんですけど、パッと見たときにね、大事になってくるのが、実は484円なんですけど、大きさね、13センチね、来てますよってことですね。具材で言うと、もうザ・シンプル。あ、卵、高野豆腐、焼きアナゴ、キュウリ、おぼろ、やっぱおぼろなんですね。で、かんぴょう、しいたけ、カタカナで書いてありますよね。本巻きは、トマさん、清水であれ、全部なのかなってことは、海部のご祈祷したら全国分やるんだ。まあ、基本それはでかいからな。ご祈祷する場所行く
所でもあるからな、あるのかな、うん、行ったことありますけど、うちの動画でも昔行ってますけどね、油の乗りの良い卵を香ばしくっていうことで、うん、あの、ザ・スタンダードですよっていうのが分かりやすいですよね。で、価格もちゃんとお値打ちですよ。484円で、いうことなんですけど、まず注目したいのはね、あの、今まで言ってきました。大きさのところ見てみたらね、13センチになる、18センチじゃない。これはもう、やっぱコンビニに13が限界なんで、18は作れるのかもしれません。工場の、工程とかに加えてね、なんですけど、よく見てみるとね、太さ直径がね、ちゃんと5センチあるんですよ。あの、これもクラシカルな太さだと思ってもらったんですけど、5センチで、しかも、長径で5センチになる。これね、結構ね、あの、太さとしては、結構ガッツリある感じあると思いますよ。うん。縦の丸で5センチは、かなりあると思います。あの、普通のところの、あの、ちょっと横ながらね、つまきにした時の横幅のやつでそのまんま縦があるって感じですね。ですから、だいたいそれの高さが 4.5 センチ、5センチ 4.5 センチとかで作ったりするんで、お寿司屋さんとかだと。うん。で、いうふうに言うと、あそこの一番ちっちゃいところの径でキュッと丸めたのが、セブンイレブンって考えたら、一番大きい径のところでキュッとまとめてるのが、ローソンだってことになるんで、で、多分そこの、ちゃんと太巻きと同じぐらいの具材で、だから、あの、で、やるとなると 4.7 っていう、多分ファミリーマートのサイズになると思うんですよ。って考えると、実はここにおいて、ローソンはかなり、持ってきてる可能性があります。まあ多分単純に多分使ってる機材のところだと思います。多分ね、セブンイレブンとかは、その普段使うその、あの、サラダ巻きとかに使うやつとかも小型化してるじゃないですか。ね、まあローソンもおにぎりだいぶちっちゃくなっちゃいましたけど、うん。あのあたりとかの、いや、型を使ってくるんで、きっとそのあたりとかが、このあたりに出とって、実はだから、普段のお寿司コーナーだから、コンビニの、おにぎりがね、メインでバーッと売ってますが、おにぎりの下にあるお寿司コーナーという、ちょっと脇役のところに目を向けてみた。やっぱしこういうところとかのが、セブンイレブンよりも、ファミリーマート、ローソンちゃんとやってるなんていうのが、まあ、でもセブン、別にセブンイレブン悪く言いあれじゃないんですけどね。で、見てみると、ローソンはかなりこれ、ご飯の量とか頑張ってんなっていうのが見えてくるわけですね。っていうところでございます。で、いうところです。で、穴子とかが入ってますよってことで。で、下に売ってるのは、ね、ここがね、ちょっとね、ローソンさんは面白いのは、3種盛りが、恵方巻きと、こっちは、3点セットなんですね。この後また出てきます。恵方巻きと、海鮮恵方巻きとサラダ恵方巻きの1種類ずつがそれぞれ入って、これは9センチサイズのやつが、トントントンと入って、ミニサイズだよね。で、1280円にしてますよってことなんですよ。こっちの方は、そう。同じ、1280円やってポンとなってますけど、よく見てみると、こっちは13センチのが3本入ってるんで、これ結構ボリュームありますよね。もうこれ、だいたい3本セットにするときにちっちゃくするんですよ。そこのところで、ね、ローソンはね、あえてね、もう、いや、恵方巻きの時はそんなね、海鮮とかしちゃダメですよ、皆さん。ちゃんとみんなで恵方巻き食いましょう。ストロングスタイルです。いや、このね、スタイルで食うのはね、痺れますね。いや、ローソンの場合これ痺れるなぁ。やるなぁと思いました。っていうところがありますね。すげぇなぁ、うん。で、こっちの方はバラエティでやっとって、ですから、なんていうの、男は黙って、いや、これ行こうぜっていう感じがいいですよね。結構ね、このあたりとかはね、出るんだな、結構企業差出るな、っていうのが思いますね。で、こっちのバレエティのところをちょっと詳しく見ようと思うと、こっちにあるんですけど、パッと見たり見ると、ジェイダキングサムとか、このあたりはいわゆる、一応こっちが、バラエティの方に入ってきちゃうんですよね。そう。どっちかというと、他のところだとこれをどんどんと、ダサー、高いのどうぞ、せっかくの年に一回のあれなんですって感じで売ってる中で、男からの理で、行ってるっていうのがローソンが一人こっちの方に行く、右に曲がった左に曲がったっていうところで行くと反対に曲がったなっていうところがあるんでね、これが見えて面白かったですけど、見つけた時おーなるほどな、でさっきのところで紹介しとったやつは違っていうとこと、海鮮の方向きはこんな感じですと、468円、で、こんな感じ、あと、卵に漬けマグロが入ってますね。で、アトランティックサーモンが入っておって、キュウリかエビ、カツノッコ、これ大事なカツノッコですね。あれですね、潰れたやつです。潰れたというかね、バラになってるやつですね。まあ、原価がちょっと安いんですよね。で、味付けしてあるやつが入っておってっていう、まあ、きっとであるんですね、カツノッコってありますわ。っていうのを使ってますってことです。だから多分他のところも確かあったはず。カジノコを使ってるの、あったんで、その辺りまたその辺りを見ていただいたらと思いますけど、っていうような定番品のやつの海鮮のやつで、これも505円ということでね、うん。き
来てますよってことですね。で、サラダ恵方巻きが398円で入っておって、こっちの方が430円なんですけど、これね、重要なのはね、この海鮮恵方巻きちょっと売りたいなっていうのが見えるのは、こっちが、448円のちょっとちっちゃいやつと、サラダ恵方巻きと、で、この海鮮恵方巻きがその9センチのやつが入って1382円だったじゃないですか。よー見てみると、こっちの方は、一番その中の高い3本の、こいつですね。468円の同じ、9センチのサイズのやつが、入っていて、1382円なんで、あ、これは、なんだろう。まあ、バラエティで、こういうのを食べる。まあ、これでもお得になるように設定はしてあるんですけど、パッてセットで見たときに、いや、待てよ。これ1382円。うん、で、こっちも1380円って見たときに、うーんって見てみたときに、ボリューム行きたいし、ストロングスタイルで行くならこれですけど、ちゃんと、ちょっと海鮮でもいいし、そんなに量を思うっていう人向けのやつでも、ちゃんとここにお得になりますよっていう、お得感しっかりと出してくるっていう、このセットをバラエティで置く中で、価格帯を揃えて、わかりやすくこれお得ですよ感を出すっていう、セットの価格を、サイズとかをちょっと調整するような形で、ポンポンポンと出してきて、で、入って多分、だから言っちゃ悪いけど、ここちょっと捨て駒風にして、出してありますけど、だからポッとカタログ見て、うんうんって見ていくと、お、これお得やんっていう風になる、この1208円。実はこれステルスで、ステルスっていうほどでもないですけど、戦略的には、セットで買う人はどうですか？こっちの1208円めちゃくちゃお得ですが、他のところと比べてみると、いや、これ、海鮮でこれだったらお得じゃんってなる感じを出してきてるっていうのは、これね、結構頑張ってんだよなと思います。っていうようなところとかも見て取れたりしますよ、というところですね。で、もうだって単純にこれで398円ですから、400単位は獅子1600でしょ？獅子、獅子さん、獅子さん、1290？ あ、そうか。あ、そうか。これだとそうですもんね。うん。あ、こっちや。505のね、3ですからね。うん、お得になってますよね。逆に言うと、いわゆる、捨て駒って言い方よくないですけど、ところで見ると、いわゆる下から2番目の価格のところを一番数、アイテム数売りたいよっていう法則にしてみると、一番安いこのサラダ恵方巻き、これかなり、まあ言い方はかなり捨て駒的にポンと置いてますよね。で、いうところで、この448円の恵方巻き、これをかなりフラグシップで持ってきとって、相手そのバラエティのところで売った1280円から持ってきている。で、いう中で、さあ、いや、高級なもん、せっかくの年に一度の恵方巻きは、がっつりと高級なの楽しみたいよっていう人向けには、ちゃんとここに、肉とサーモン用意してあるっていう感じで攻めてるんですよね。住み分けさせてるって言ったらいいのかな。うん。いや、うちはそんな高いものだけをね、その求める人いるね。いやいや、これを買ってくださいよみたいな人じゃなくて、ちゃんと恵方巻き売る気あります。大丈夫、恵方巻き、こっちのね、シンプルな恵方巻き買う人もちゃんと、フラグシップ、恵方巻き、お客さん、お客様なんですよって感じをしっかりと出してきてるっていうのがね、すごいですよね。これが多分、本当に売りたいんだろうなって思うのは、これ1382円で来てるでしょ。で、こっちが1590円、400円、税抜きで見たときに200円高くしてあるんで、3本セットでこれならお得じゃん、家族でなんだ、これでいいやっていう風な感じの流れの男のバラエティで、しかもそこでこの2つのバラエティを持ってきてるっていうところなんで、かなりこっちを売る方に持ってきてるんですよね。これはね、結構すごいなと思います。で、鮭の王様と呼ばれる基礎価値の高いキングサーモンね、がドーンと入って、しかもこっちのやつって、品目におけるその、具材数をね、めっちゃ絞ってるじゃない。キングサーモン、卵、キュウリ。魚を食べてるときにさ、いろいろ入ってるやつ、まあ、作るの工程とか管理とか仕入れとかも大変だっていうのがあるとは思いますけど、さっきも言いましたけど、結局、新聞のやつがうめえんすよねっていうところで、いや、キングサーモンに他に入れるとガーってね、マグロの叩きとか入れるぐらいだったら、もうシンプルにキングサーモンでね、楽しんでくださいよと、いうところ。うん。だってまあそんな本格的にこだわった海鮮寿司とか好きな人だったら寿司屋さんとか行っちゃうじゃないですか。ね、だって、回転寿司屋さんとかでもね、きっと出してるはずじゃないですか。その辺もまたちょっとデータ調べたいと思いますけど、っていうところで見てみると、住み分けをします。
うちはそんなね、あの 2頭追うものはね、1頭も追えなくなるじゃないですかっていうのはね、完全に1頭追うよっていうのが見えるっていうのがね、すごい、あの結構戦略としては、いいんじゃないかなと思いますよ、うちはね、まあね、うん。と思います。っていうことで、こっちの方に、ね、肉のやつもあります。ってことで、もう、トラチーと黒毛和牛ってことで、味付け牛焼肉に、焼き焼き卵、小松菜ナムルにキムチが入ったっていう。まあ、これも、あの、また名前忘れるんで、韓国風のり巻きがありますよね。ああいう感じのやつをイメージしている感じで、これで作って、まあ、もう、トラチーさんがやってるってことはそういうことでしょうね。っていうことですね。で、特製ラーを超えた黒毛和牛カルビ焼き肉と白菜キムチと小松菜ナムル合わせた単独タイラーのへこ巻きってことなんで、これを1480ってことなんで、ここがね、まあ、あの考えるときにちょっと、難しいと思いますよ。向こうのセブンイレブンは、880で設定してたんですよ。880だったよな。あの、柿安で、柿安の名前で864円で出してるんですよ。で、こっちの方は、コナギの名前で、トラジさんっていうところでやってるっていうところで、1598円。結構、いや、かき出すの方がお得にしたらどういうことって思うかもしれないですけど、あのね、これね、結構シンプルな話で、5センチもあるんですけど、長さが13センチあるんですよね。で、かき出すのやつは確か 8.5 センチの設定だったんですよね。そう。ですから、ちゃんとガッチリ食べることがあるような設定なんですよ。これがどっちの方がきつと出るかではありますよね。うん。いや、やっぱ、結局、サイズ大きいやつ、そんなにこの前なくなっとったわっていう見方なのか、どっちかというと、だから、トラジさんに振ってる方のは、若くてガッツリ食うやつ、さあ、ガッツリ食えるぜ、満足するぜっていう、1500円の設定と、こっちの方は、いや、もっとね、ちょっと、お年を召した方でね、このブランドのところで、この値段でね、食べれますよ。そんな量いらないでしょ、この8.5センチ十分ですよねっていう、ちょっと、年代の方がね、なっとって、こっちの方が結構若い子に、肉を食う、恵方巻きで肉を食うって言ったら、言って、結局、段階世代とかね、やるような、ね、上の世代の方々っていうのはね、結局、恵方巻きというのは海鮮を食べるものだっていう、とかね、海鮮を食べるものは、もしくはね、クラシックのね、その、環状巻きの入ったそれを食べるものだっていうね、考え方の方で、こんなに変わってる人はそんなにいねえだろうと、いうところでポンと出してきて、いや、こういう子供なら若いもんだろ、いや、若いもの抜けるのは何なんだ、やっぱ13センチはいるよねっていう、こういう戦略のさ、肉の巻きでもこういう差が出てくるっていうところは、うん。そこにおいて、あえて8センチとか、その9センチのサイズの、ハーフサイズのちっちゃいサイズにして、1000円以内に収めるとかっていうような、ところはせずに、食べてもらった時にさ、これ買ってくれて1500円出しましたよって買った時に、食べ終わった時に、若い兄ちゃんでしょ、こういうのが好きなんだったら若い兄ちゃんでしょ、が、食べ終わった時、よかったって思い、満足感を出すのはやっぱ13センチいるっていうところで、あえて買ってくれた人を裏切れないよっていう感じを出してるっていうのはすごく大事だと思います。なるほどな。このあたりは、多分買った時の満足度はちゃんとあると思うんで、このあたりとかは、そういう、なんていうの、小細工じゃなくて、ストロングスタイル、ストロングスタイルなんですね。うん。結構ストレートガンガン投げてくぜっていう感じが、結構違うんだなーっていうのがわかりますよねっていうことで。で、恵方巻きのところで言うと、アイテムで言うと、8種類っていう形になりますと。まあ、恵方巻きのセットオーディガンのところが3本入ってるとかっていうのも、かなり特徴ではあるかなと思います。このあたりも、売りたいものが明確に分かるっていうのは非常にいいと思いますし、もうここでもね、もう一番上に来とるのがフラグシップ、分かりやすく、恵方巻き、恵方巻き、はい、これって、わかりやすく一番最初にそんなんね、値段じゃねえっす。だって、恵方、節分の日は思い出せよ。恵方巻きを食べる日だろという原点回帰のところも見て取れるということでございます。ちなみに、受け取りは31日から4日間できるっていうのもかなり広く取ってあるっていうのも特徴ですね。28日は18時まで受け付けができる、ということでございます。ちなみに、和菓子とかスイートは26日までらしいです。和菓子見てなかったね、節分通りとか、うちカフェのやつですね、自前のやつのやつをズズって揃えてあって、ここももう、売って、うちカフェですよね。で、チョコ生地でこういう風に作ってありますよとかっていうので、うん。うん。
置いておりますよって感じですね。なるほど。B 店そばとかもあるし、節分、生菓子とかもありますよっていうところとかで、やってますというところで、価格帯もまあちょっと入れてあるけど、エビ天そばとかも置いてあるっていうのは、これはもう完全に、あくまでも主役は、この恵方巻きっていうのを出してるっていう感じがあっていいですよね。この価格で貼っていったら、他の追加アイテムのね、購入とかもしやすくなりますからね。うん。多分そこも狙いだとは思いますけどね。うん。そこでどっちが勝つのか、これは結構ね、面白いですね。これはちょっと見物だと思います。っていうようなところらへんかな、というところですね。で、これを、データの方で見てみると、こんな感じと、いうところですね。ザッって感じです。まあ、ここの径がやっぱ5センチ取ってあるっていうのは大きいですね。だからでかいですからね。で、13級という感じで見てみたときに、多分このホント君は、この、かなり、実は結構食べ応えがあると思います。というところですね。で、こういう価格帯なんで、これを、総合でね、見てみると、どういう感じの方が見えてくるかっていうと、じゃじゃんと、最高価格もそんな高価格帯設定してない。で、最安値、ね、一番安くしてある。で、ここで、結構大事な、388円は何だったっけ、あいつか、サラダのやつなんで、9センチのやつですけど、恵方巻きはパッと見てみると、あ、違う、これ、セブンイレブンだ、間違えた。ポンと見てみると、あ、なるほど、最高価格の設定は、実は高めになっている。これは多分、フルグシープじゃなくて、ハイエンドに設定してあるやつを、ハイエンドなら、そんなね、細かくするんじゃなくて、ちゃんと、買ってもらった人満足してもらえる13センチで揃えた、っていうところですね。セブンイレブンさんとかと、そこがちょっと違うところ。あれ？セブンイレブンの1134円は13センチあったっけ？あ、これも一応、これも13センチあるのか、9便のやつでね、ありますよってことなんで、っていうところですけど、まあ、45センチでっていうところとかで見てみる、なるほどなというところでございますね。っていうところで見てみると、買ってみてみると、恵方巻きの価格は間なんだなっていうところで見てみると、うん。これは結構頑張りましたよね。なんならそのセブンイレブンが一番、サイズ的、面積的な小さいはずなんだけど、わかりません。ご飯の、密度とかの設定が違うとかもあるんで、お寿司の場合はね、ふわっとさせるために、ふわっと炊き上げましたおにぎりですって言っとるのって、あえてご飯の密度を減らしてるだけとかっていうステマだ、ないかっていう話とかもあるんですけど、そういうようなね、ところとかまで言い出すと、ちょっともう、利用がないので、ちょっとわからないんですけど、うん。こんな感じで見てみると、最低価格430で、うん、っていうところで見てみると、そんなに最低価格、あれ430だったっけ？サラダ巻き、あ、そうか、サラダ巻き430か。ですので、で見てみると、いかにこの484円、ここに中心地を置いてきてる比率が高いなっていうのが見て取れますよね。なるほどなーっていうところでございます。ああ、なるほど、こういう違いがある。アイテム数も824ってことで、ハーフミニとか、こうやって見てみると、そのサイズの数はそんなに違わないと。っていうことは、このやっぱし大きいやつをしっかりとアイテムとして揃えてるっていうのも結構、見ものかなと思います。セットは2つ。あ ?2 つじゃなかったよね。3つあったよね。間違えたな。セットは3個ですね。ですね。ということなんで。このあたり、セット販売とかもちょっとバラエティを出すというような形で、ファミリー層とかの取り込みも見えるのかっていうところも狙えるところでも、ちゃんとそこのところで選択肢としてお得感を出してくる戦略を取って、このあたりとかがどう出るのかというところが見物かなというところでございます。ちなみにこっちは28日の18時ということなので、こっちが朝25日で朝だったっけ、っていうところとかで違いありますけど、ああ、こっちが27日。意外とばらけるんだなっていうところかな。やっぱり発注のタイミングのギリギリのところとか、こうになってくると思いますけどね。ということで、今回はね、これぐらいで、ローソンさんを示させていただいて、あとはミニストップさんだけね、終わらせて、とりあえずコミュニケーションが、これでなんとかなると思います。ということでね、これから以上で示させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さあ、ミニストップさんどんな感じなのか。よいしょ。